これどうした？これただのお湯じゃないでしょ。新品の。これはあれで増井さんがなんつうのそのタイムトライアル用にホイールから組んでくれたんだこれ。まあ自分は新品。もうそろそろ新しいちょっとチャレンジしたいなと思っていて。はい。ただやっぱりその人用にこういろいろ。そうですね。そこはもう今回ちょっと美穂ちゃん用に。もう増井さんがセッティングしてくれるって、はい、まあ、自分使ってんやったらもうちょっと固めにしてもらおうかなと思うんですけど、はいはいはい、まあね、それのありがたみがいつ分かるか分かんないですけどいやいや、まあせめてちょっと 0.7 秒でも早かったりと思って。そうですね、はい、やっぱそういろんな人がこういろいろ関わってでこう試験までにこう到達するっていうやっぱそういうところっていうのはねやっぱ息に感じてもらって、はい、頑張ってほしいですね。まあそうですね、はい、半田選手もなんかギアとチェーンも、はいはい、だからなんか男気ありますね。いや、そうです、はい、やっぱり自分が受験する時っていうのはやっぱりいろんなそういう人が携わってくれたっていう。そうですね、いろんなものをくれたりしたんで。ああお願いします。どうやなの、なんかちょっとスピード乗せてキュッとな、そのいや短かったっすね、キュンって下まで降りてて、あーと思って平面ダッシュです、ね、ラスター上の方が踏んでこなかったよ、もう言ったんすかね、上の方ちょっと踏んで、うん、ちょっとミオちゃん、あそうか、自転車乗らんと転がった方が早いぐらいじゃんあの上を走ってきてこの辺でやっとこの白いところに入るぐらい、あそこからさ、あそこから内側を走ったからさ、こう回ってるの遠回りになるやん、はい、あそこまでやったら別に外走っとってもいいんだよ、はい、向こうからずーっと下ってきたらさ、これ坂になってるんでさ、坂道下っとるのね、楽やいきなり下っとったらさ、もう平面ずーっと行かなかったんさ、やっぱり、はい、坂道下っとる方がさ、ちょっとでも楽できるさ、はい、スピードも出るけど、やり残したことはないですね。ほんまに。こんなに上にあったら絶対に。これぐらいの位置ですな。いや。もうその時点で、お願いします。やい。
開設39周年記念サマーチャンピオン杯争奪戦1日から開催。松坂競輪。はい、ヘルメットかぶらんと、はい、ちょっと自転車ちょっと3の自分が踏みやすいところにこう合わせてくれ。ちょ3は動くようにしといたら。ああ、どっちの足の方が使いやすい？今日は右足が痛くなった。右足が痛くなった。じゃあいつもなんかあんまり意識ないんじゃない？全然あんまり感じやんような足あるやん、はい、上手にどこ行っても上手に使える足。どっちの足が使える？左足。左足はもうほっといてもいい感じになる。右足がなんかすごく気になるね。なんか右足で頑張るんで。ああ、右足で頑張るもんで右足があれか非常になんか気になるのか。ええとこにあらなかったこれはレース。どうしよう、じゃあ始めよう。これであかんだろ。最善を尽くしました。最善は尽くしたけど、どうやって運営して。3人で貸して。ああ、お前のハロン何も得意だ。ちょっとこう死闘銀プルで見たいね。ちょっと動かしてみ。どう？軽くなります。左と比べて。はい、思った。左に変えたの。走ってる。はい、もう硬いの。こっち動かない動かない。痛い。長径靭帯打ってるな。まあ、これまた朝取ったろうな。はい、これで動かしてね。どう？から押してから。ちょっとホームストレッチであれやな、モニターの下りでさ、スピード乗せてからな、もう1コーナーでなんか偉そうやったからな。風来て、そんなのどうだろう。もうかける前にもう足に使うから。タイムは13秒67。よし、今日はこれでタイム取って